バーン盛り上げて、そう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 、でちょっとここで落としてこう薄めに落とすね、カッティングみたいな感じで、そう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 、でそうそうそう、2番目ね、そうそう、ここはね薄めて、うん、だここがね僕思うんですけどね、これが一緒、これな、これが長いんですよ、この G A D フラットが2回繰り返し、この繰り返してくれるから、これが1個多いんですわ、いつもそれを言わないんだ、ここがね。多分ね、このせやからこれずっと来て、で夢ここまで来て、こっからサビに入ろうが、だから A メロ、B メロ、サビっていう感じ、これがなんかどうもね、ここに H が多いような気がして、ないと思います。だから、せやから ここでサビに盛り上げようと思う時に、まだもっぺんこれがあるから、なんかこう、その、と思ったりするんですけどね。そうだから、この一行省くっていうか、この歌詞をちょっとどないかして、いやだから、そうやの、だからそっちの方が、だから実際のとこをこう、ただ歌謡の歌ではこれが多分テーマやろうよな。だから歌詞的にはテーマやと思う。そのだから歌詞を、だから これを1番と2番とうまいこと組み合わせて、だからここでこう展開して、もう点これが入るから、うん、なんとなくこうアレンジが非常にしずるやろ。それは前から感じました。あの間延び感も絶対あるんですよ、うん、あんなあ、うん、いやだからそこやの、俺あのいやええねんええねんけど、あのちょっとコンテストにしたらちょっとこの曲多分赤やろなっていうのが多分そこにあると思う、うん、自分らのイメージでな、うん、そうそう、だからライブの曲としては非常にええねんけど、うん、あそこのあたりよな、あれいやいや13をなくす、うん、ほんで感想入れて、だからここ1回ずつにしといて、この歌詞はどっかで出てくるでしょ、またでも、あら、中もいたな、次出てきませんか、時の流れ、残念、この10、11、12、13のやつに10、11で終わって、うん、ほんでずっと行って、で感想もその24、25の後で感想入れて、うん、でもっぺん22に戻ったら、あー、出せるっていうかね、これをこのネジみたいなのをキュッと出してギュッとこう締めやんなあかんですよ。そう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 、でこの上のネジはあるわけやな、ここにありますね。ああ、これがこうなっとったわけですわ。ははあ、ということがで、ここからこいつをグッと上げてやで、うん、上げたら上げてネジで締めてやな。そうそう、こいつな、こいつなんかな、なんかなんかこのこんなこんなやつ荒いのかな、ヘアピンはあったんですけど、いや、もっと長いやつ、長いやつはボールペンぐらいしかないんです。だからやっぱこれは先ほど修理してます。これ出てきてもね、ここでネジ締めやんなきゃ。締められへん。だからこいつをこっからね。そこからこう、ネジ取りでってことね。そこを押し出してな。そうそうそう。ちょっと、出てくれたら。同じさえ巻いたらもうほんといけるからな。そうだよね。あれ外したんが失敗だよな。外してるわ。抜いてもうだね、これ。ギュって。いいぞいいぞ、俺はせやけどどっかでまた言いよしてもらいますわ。それはでも持っていったら言いよしてくれんじゃろうか、ね、そんなボディバラさん、バラしたらもうバラさないと思いますよ、できへんよな、この構造はこれな、うん、ショッ
こいいな、これ。ベースやったらこれ外さないように。三河で貼ったら大丈夫。これはもう無理やな。ここ外したら穴開いたらないの？いや、穴開いてないです。これはピークガード貼っただけです。開いてないの？はい。明日ちょっと朝遅刻してあの楽器行ってきますね。先生いいよ、ね、早く支店長ならなあかん。早く支店長ならなあかんで橋を支店の議長はあのできる限り短く抜けることや。目立つけども、はい、下手で弾いたらむちゃむちゃ安もっぽい。そうですね。ピアノの次のやつ。そうそうです。うん、そうなんですよ。相当リズムだ考えとかへんなら、はい、むちゃむちゃ安もっぽい。そう、確かに確かに。これあの入り口じゃなくて今回のこのベース音マジで三音目ぐらいで。3音目。多分 半音高いところからの音を弾いてるのこれ。そう。から下降りようということやの、うん、そうですそうです。それいらんと思うで、その、あ、それからもう一つはドラム難しいの。ドラム難しい、これ入ってないんです。ドラム入ってないです。ドラム、いや、もしかしたらそれはそれで、あれそのどうしたこれ、ここチャッチャカチャッチャカやってるやん、あれ難しいで。下手に合わへんかったらもうそこら辺いろいろ変えてやってるやん。それでやりながら、いや難しいことしようと思うときにリズム狂ったんで。それがピアノと二人でやってたらその半音は完全に間違ってるの。ほんとレオンね。だからその半音をやめて、やめてどっかから弾くねんやったら、やめて伸ばしますか。伸ばした方がええと思う。もう完璧だよね。ワン、ツー、スリー、フォー。入るのが入りがありませんが、あれちょっと気持ち
あのルール違反やけど、あのずらし、あのタイミングずらした思うもんね、ね、あの前のみそじとも全く真逆で、はるかに音源ようになってるから。だから、前回の確かに、あの、この完成品を僕らは知ってるから、ちょっと不本意やなと思うだけで、うん、音源と比べたら、もうあの、多分120点ぐらいです、うん。うん。ただ、ABC と比べたら、日経は多分90点ぐらいと思うんだけど、うん、ただ、うん、そういう意味では ABC は多分音源から多分150点ぐらいの感じですよね。はいはいはい。そうそうそう、ほんでそれよりもまあまだあのなんていうか今この練習の方がずっとクオリティが高いんで、はい、もう何も言うことなんですけど、はい、あとはもうはい、はい、あとは見せる見せる、はいはい、見せるもっぺん起こったらどうやかしらもっぺん起これになってまんねんけどそうそうこれ考慮して最終選考そうそうあの決勝はね仮に12分あるんであと4分あるだからまあ MC 入れたとしてもあの歌に相当入れてるんでだからこのゴリさんのラブレターをこのねラララでガーッと盛り上げていったらはいもうあの桜入れますね桜で白鳥歌うまあなあ今そうだやりだしたら目やるからねやるからねでこれで煽ってくれはったらランラランランこれで最後あいつの急にこの歌振りましょうじゃーんこれもあの全国制覇ですあっもうちょっともう来年出るもんないとか今度は出るもんない終わってもらいました終わってもらいました